さん、こんにちは。ハワイのナビゲーター、アロハちゃんです。今日は日本人にも人気のホテル、シェラトンワイキキを紹介していきたいと思います。シェラトンワイキキは、ホノルルにある高級リゾートホテルです。ポリネシア文化の要素を取り入れた、モダンなデザインのホテルで、ハワイらしい雰囲気を楽しめる、リゾートホテルとして人気があります。約1600の客室と、スイートルームがあり、全室からは海または山の美しい景色が望めます。ホテルからはダイヤモンドヘッドが見え、海が目の前の立地は、ワイキキの中でも最高に美しい場所です。まずは、広々とした、エントランスから見ていきます。こちらはロータリーになっており、乗り物で到着した場合は、こちらで降ろしてくれます。リムジンなどの高級車が来ることもあり、映画のような世界ですね。タイミングが合えば、ウェディングドレス姿の花嫁さんを見ることもあります。エントランスの右側には、ホノルルコーヒーのスタンドがあります。いつでも美味しいコーヒーを買うことができて、いいですね。そして、シェラトンワイキキは、ワイキキの中でも主要なホテルですので、アロハランディングという、観光バスやツアーバスの発着所があります。オプショナルツアーなどを申し込んだ場合は、ここが集合場所になることもありますので、もし、ご利用の予定があれば、とても便利になっています。また、アロハランディングの近くには、トイレも併設されていますので、出発前の準備も整えられますね。それでは、建物内に入っていきましょう。エントランスを抜けると、奥へと続く広い通路があります。その先には、ウミガメの像があります。ハワイ語で、ウミガメはホヌと言います。幸運を運んでくる、海の守り神として、大切にされています。ロビーへ続くこの通路は、ホテルショップになっており、いくつものお店が並んでいます。まず右手に見えるのは、ウクレレプアクアという、ウクレレショップです。手頃なものから高級なものまで、様々なウクレレを置いています。毎日午後3時と4時からは、無料ウクレレ体験レッスンも開催しています。興味のある方は、ぜひ、この機会に試してみてください。お店の前に無料レッスン予約用の QR コードが貼り出されていました。この QR コードで日付を選んで予約できます。QR コードが変わった時のために概要欄にもリンクを載せておきますね。少し長くなってしまいましたが、どんどん進んでいきましょう。こちらは大自然へのリスペクトとサーフィンへの愛を感じさせるアートを展示しているお店が見えます。こちらはハワイの人気セレクトショップエンジェルズバイザシーです。ハワイアンテイストの可愛い女子におすすめのお洋服がたくさんあります。その横にはクッキーコーナーというハワイでは有名なクッキー屋さんがあります。その場で食べる分として買ってみるのもいいですし、もちろんお土産用のパッケージも充実しています。ピンクのアヒルが気になるこちらは、ネクター、バストリーツというお店です。カラフルで美味しそうなスイーツは、なんとすべてソープやバスボムなんです。お店の中で香りをチェックしたいですね。こちらはディズニーのアートギャラリーです。ディズニーの世界とハワイがコラボしたようなアート作品が展示、販売されています。アートとして見るだけでも楽しそう。遊び心と個性を大切にする、
チャペルハット。日差しの強いハワイのマストアイテムです。続いてはなんとローソンです。ハワイでしかもこんな一等地に。日本のローソンとは違いますが、おにぎりなどの食べ物やハワイのお土産、トラベル用品などを販売しています。チェックインカウンターが見えてきました。ご宿泊の方はまずはこちらでチェックイン手続きを済ませます。ここから少しお部屋について紹介していきます。シェラトンワイキキの建物は弧を描くような形をしており、お部屋によって見える景色が異なります。高層階でオーシャンビューの部屋であれば、部屋から水平線が見え、角度によってはベランダからダイヤモンドヘッドが見える部屋もあります。これらのお部屋はウェディングなど特別な時に利用されている方が多いようです。部屋のグレードによってお値段が違いますので、悩ましいところですが、どのお部屋に宿泊しても素敵なハワイ体験になることでしょう。それでは先ほどのロビーツアーに戻りましょう。ローソンをさらに奥に進むと海が見えてきます。海の手前はプールになっていて、プールと海がつながって見えるのでインフィニティプールと呼ばれています。こちらは大人の皆さんがゆったり過ごせるよう、16歳以上のゲストのみがご利用可能となっています。もちろん全ての年齢で使えるプールもこちらにありますので安心してください。インフィニティプールから海側へ進んでいくと波の音が聞こえてきます。ここは一段高くなっており、少し深くて砂浜がないため海水浴には向いていません。ですがここから少しダイヤモンドヘッド側へ行ったところに砂浜のビーチもあります。ビーチへは先ほどのプールから海沿いの通路を通って移動します。この通路も時折強い波が来るので水しぶきには注意しましょう。目の前にはワイキキのシンボル、ダイヤモンドヘッドの雄大な姿が見えていますね。それにしても潮風に当たるとこのポーズになってしまうのはバンコク共通でしょうか。お隣にはピンクのホテルで有名なロイヤルハワイアンホテルが見えています。位置関係わかりますでしょうか。シェラトンワイキキにはカイマーケットというレストランがあります。こちらは開放的な雰囲気の中で朝食をお楽しみいただけます。そしてメインダイニングにはラムファイヤーというレストランがあります。ラムファイヤーは海とダイヤモンドヘッドのパノラマビューを望むレストランです。地元の新鮮な食材をふんだんに取り入れたハワイならではのパシフィックリム料理をご堪能いただけます。さてシェラトンワイキキを紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。このチャンネルではハワイの観光地を定期的に紹介していきます。リクエストや質問などありましたらコメント欄よりお願いします。